坂東英二さんは夏の甲子園で大会通算83個の三振を奪っています。これは歴代1位ですが、2位の記録を持つのは誰でしょうか。はい、A 松坂大輔選手、 B 松井裕樹選手、 C 斎藤佑樹選手。いいですか。では A だと思う人、挙手お願いします。ほう、ほういない、あまりいませんね、ほぼいない、ほぼいない、はい、では B だと思う人、あ、そうやろ、松井裕樹ね、松井裕樹はね、だいぶ取ったもんね、22奪三振ですからね、はい、松坂もだいぶ取ったけどね、まあまあ何割ぐらいですか、まあまあすね、1、2割、2割ぐらいですか、1割ぐらい、2割ぐらい、はい、では C だと思う人、おお、ゆうちゃん多いですね、一番多いですね、うん、では正解発表します、はい、正解は C です、斎藤佑樹選手です、ね、実はこのね、質問は上条武さんが作ってくださったんですが、あのね、もうバンドさんもバンドいいです、あのまあまあまあ、ここに名前上がってる、まあまあ僕にはかなわないんだけども、あの僕が83個取ったあの78個の斎藤っちゅうのがね、あのあれ延長戦入っとったら僕抜かれてたんだよ。だからあの時テレビ中継見ながらね、僕の方があのハンカチで冷や汗吹きましたからね、ほんまに。じゃあ坂東さんのネタだよ本当にね、あの、ありがとう、どうもありがとう。でも坂東さん本当に、いやでも坂東さん本当に言ってましたよ、ね、ええ、でね、ちなみに明日開幕の日に言うたら100年目ということで、はいはい、王貞治さんが始球式をされるということで、はい、で僕ふと思って、王貞治さんと同い年で、何やったら高校時代王さんをもしのぐ記録を作ったのはやっぱ坂東英二さんちゃうかなと思って、坂東さんにちょっと連絡しまして、坂東さんも明日何か高校野球にまつわる何かやるんですかって聞いたんですよ。そんなら坂東さんが、上条明日な、僕NGK でピン芸人祭り出てるわ、何してんねん、おい、お笑いの聖地行ってどないすんねん、スギちゃんとね、あと純一ダビッドソンと僕とやるねんって、何出とんねん。坂東さんは吉本の後輩ですからね、俺の。あ、そうですね、僕の方が吉本歴、藤田兄さんです、ほんまに、はい、藤田兄さんです、吉本歴はこっちの方が上です。でも坂東さん言うてましたけど、この83個取ったことよりも、ね、その時準優勝するんですけども、サード守ってた玉木さんっていう子が卓球部らしいんですよ。あ、見たい、メンバーいなかったんでね、はい、練習厳しすぎて、ごっつ金持ちで、その時玉木くんの家たゆで卵めちゃめちゃ食べれたらしいよ、当時、貴重やった。そやから玉木こういうことで、最初マネージャーやったのが練習厳しくてやめていって、おらへんから言うて、お前もサード守れ言うて、でお前んとこ一球もボール打たせへんから言うて準優勝したんですよ。あのゆで卵、はい、ほんならあのゆで卵ではないです。ほんなら卒業の時にちょうど立教大学のサード長嶋茂雄さんが卒業されるので、立教のサードがいるということで、甲子園の大会の記録見たら、おこの徳島商業のサードの子エラーゼロやないかって、立教大学が取りに来たっつって、卓球部を、卓球部を、で坂東さんが玉木やめとけ恥かくぞっつって、はあ、エピソードですね。ね、だから83個やっぱ歴史がありますね。ありますね。ちょっと考えも絶対的ピッチャーってことですよね。もうすごいですね。サードにボール本当にすごかったのかね、坂東さん。ねえ、あまりか信じられないですよね。すごかったよね。